ここでいいですか？大丈夫です。はい。川淵チェアマンに会うのは3年ぶりの前園。もちろんあの事件についての謝罪はできていない。なんかドキドキする。はい。そして、おお久しぶり。どうも川淵ちゃん、お参加します。いやいやいや、テレビでよく見てるよ。いやいや、みんなに可愛がられてね、俺たちも喜んでる、ね、いや、とんでもないです。あのさ、はい、後ろにあれ蝶ネクタイがなんかしてね、はい、あれ立ってるのがね、すごくいいんだよ、はい、見てくださいですか。見てる見てる見てる。だからあの、うん、本当にその説は今後ご心配をかけました。あとしっかりワインさえ飲まなければちょっと見てますね。よく言われてるからさ。あの直接やっぱり飲んでいいよ。いや優しい。まずこの本当にこの2リーグ問題っていうのは、うん、ずっと続いてて根深いものもあったと思うんですけれども、うん、実際こうどうだったんですか、中に入ってみて。まあ初めにそのなんとかリーグを一つにまとめてくれっていう話が去年の4月にあってね、はい、当時のバスケットボール協会の会長と、はい、それから BJ リーグの会長と川内さんっていうプロを作った人3人を前にして、僕がその仲立ちの調停をしてるんだよ、はい、でお互いにね、まあなんていうのか折り合わない感じでね、ほとんど会ってないんだよ。へ、うん、で話し合いの場がね全くなくて、で文書でさ、弁護士同士の話なんでね、なんで会って話をせんかよっていうことから始まってるから、そっからがスタートです。そっからなんだよ。そしたらさ、バスケットボール協会の会長が夜電話あって、はい、明日辞任しますって言うんだよ、うん、今まで俺が話したこと一体どうなってんだって、はい、でそっからは完全に頓挫して、もう国際試合禁止すると言われたから、うん、でフィーバーのバウマンか、あの事務所長が会いに来て、どうしてもこのタスクフォースのチェアマンしてくれて頼まれたんだよ、はい、なんでお前らがちゃんとやらねえんだって、なんで俺が出ていかなくちゃあんねえんだっていう、はい。これは正直言って僕しかできないなって本当思ったよ。だって10年以上もできなくてさ、だからもうガンガンガンとやれやできるかなっていうんで、で僕なりにこういうふうにやるべきだっていうのをドーンと打ち出したわけだよ、はい、5000のアリーナを作れって言っただけでできるわけじゃないって、みんなこう腰が引けちゃって、はい、本当は5000人じゃなくて8000人とか1万人とか言いたかったわけですが、僕に言わせればバスケットボール界全体として夢の持ち方が小さい。だからこういうことをきっかけに大きな夢を持ってバスケットボールの発展をこうみんなで目指していこうじゃないかっていうのは今回の新しいリーグの創設ですね。こういうリーグを作ったらバスケットボール発展するんじゃないかって言って、みんな初めてこうコワゴワ上を見たと、こういう感じかな。ただその5ヶ月間っていう、うん、その短い時間の中での限られた時間の中での改革っていうところは、うん、そういう意味でのこうプレッシャーとかなかったですか。あのね、初めにね J リーグ作った時5年かかってんだよな、準備に、はい、で知らないバスケットのことをたった5ヶ月間でそれを解決するっていうのはね、とっても無理だなと初め思ったんだけど、考えてみれば外野が多くてさ、うまくそのしがらみを断ち切ったり方向性を出しても、要するに足引っ張り同士のバスケットボール協会だからね、だから時間をかければかけるほど足引っ張るに違いないなと。それじゃあ5ヶ月ラッキー、僕ら5ヶ月あラッキーと思った。これ短い間にガンガンガンとやればいいんだと。だこれが2年かけてやりなさいって言われたら多分できないね。特に人口っていうのはバスケットボールっていうのは僕も知りましたが、すごい多いっていう、うん、今ね62万人っていうんだけど、はい、半分が女性だからね、サッカーは4万人ぐらいだからね、はい、女性は、ね、だからこのね女性の30万人をバスケットボール人気につなげるかっていうことを真剣に考えてるとは思えない、ね、今までのバスケットボール協会は。カーリングはテレビの中継があって、はい、で新聞にもね大きな記事になるでしょ。でバスケットは試合の結果1行だけだよな、それぞれのチームは。そしたらカーリングのね選手の登録数何本か分かってるのかと、2500人だぞと、
それにあんたたち負けてるっていうことを分かってんのかって始めて、それで怒った、全部集めて。今度のオリンピック20年に向けてっていうことを考えると、うん、もちろん今やることは大事ですけど、うん、その育成ってところはやっぱり大事になってくると思うんですけど、もうね、そこが一番大事で、はい、その東京オリンピックの時にその日本サッカー協会が強化して、でメキシコで全部燃え尽きてさ、28年間やっぱオリンピック出れなかったでしょ、はい、でその28年、その時に前園が出たんだよね28年ぶりにオリンピック予選を、もう前園があのシュートを打ったのまだ覚えてるよ、もう嬉しかったね。あの時ねゴルフでね、はい、ゴルフやってゴルフやってたんだよ、はい、で、ね、でホールインワンしたんだよ、その時に。ほんでね、それが233ヤードホールインワンして、でこれ運使っちゃったかなって言ってたら、これ勝ったから余計嬉しかった前園の姿が神様見えて、あのシュートのこういうね、あれのとこまでよく覚えてるもん俺。前園233ヤードイコールイコール28年ぶりのオリンピック、はい、こうつながって、だからバスケットボールが40何年出てないで、東京オリンピックたまたま出たとしても、はい、その後また何十年出れないことになるんだよ今のまんまじゃ、はい、でやっぱり基礎作りをしっかりして東京オリンピックに出てもその先続いて強化していけるような仕組みをぜひ作りたいと思って今やってんだよね、うん、ただ単に5年先さえ良ければいいなって、もうこれっぽっちも思ってない。うん、ぜひ今後とも、うん、はい、なんか質問うまいな。だから大したもんだよ。おう、よどみなく。いやいや、もう今日合格。大したもんやね。いやいや、照れます。あれ、前園さんうっすら涙を拭うシーンがあったの。いや、涙ってちょっと感動したんですよね。その、ちょうどその。実際、私みたいにバスケのことを何も知らない人が一からハマろうとしたら、その2つもリーグがあったら覚えることが多すぎてちょっと入り込めない感じがするので、一つのリーグになったらよりなんか分かりやすい感じがするかなと思いますし。で、川淵さんが何を具体的にやろうとされてるんですか。はい、まあ、ここにあるんですけども、先ほど川淵山言ってましたけれども、川淵ちゃん川淵山西川カーブチヤマンカーブちゃんが言ってたんですけどって、カーブチヤマン友達になったのかなと思って1回やっただけで、あの1回だけで、あの最初 J リーグ立ち上げた当時も最初の93年って10チームだったんですね。J1 チームしかなかった。今 J2、J3 ってありますから、今3つのリーグ合わせて52チーム、それだけ広がってきてるので、まあ、最初はもちろん大変で、運営とかもどうなんだ、観客入るかっていうところからスタートしてるので、そういった意味では多分スタートは一緒だと思うんですよ、まあ、でも競技人口が増えるのはいいことやと思うんだけど、はい、チームが増えていくっていうのは果たしてそんなにいいことなのかっていうのは僕なんかは思うんですけど、どうなんですか、その辺どうなんですか。黙った前田さん、まさかサッカーのフィールドであんたがベンチとは思いませんでした言ってくださいよ。来週も前園が川淵チェアマンと栃木へ。日本唯一の NBA 経験者田臥選手は2リーグ問題どう思ってるの。